今ね、夕間詰めでライグおるかなって見に来たら、小魚がめちゃくちゃ跳ね声やけど、わかります？小魚がピチャピチャ跳ね声、小魚が、姉ちゃまがめちゃくちゃ跳ね声、ぴょこんぴょこん、これなんで？これなんで？来ようぜ、釣り屋。目の前投げてみな、そこへ。小魚がピチャンピチャン。これもあれやね、川が熱い熱いじゃない、水が。ほんでピチャンピチャン跳ねるぐらいね、邪魔が。どう？ピチャンピチャン跳ねるもん、だって。どうして？どうしてやと思う？どうしてやと思う？教えて。どう？ただ飛びたいだけ。ただ飛びたい飛びゆう？なるほど。体育の授業で、うん、あのジャンプする。今これジャンプの授業なの？水泳でジャンプする。水泳でジャンプだってやったっけ？ピチャンピチャン跳ねるやけど。まあね、あの魚の水泳の授業ではありが、うん、でこんだけベイトがピチャンピチャンになりるのに、その捕食音がせんき、それはもう釣れんよ、ライガなんか。ナマズとかライガは全然餌食べやせんもんね。海でもやりいる。ダメですよ、行きましょう。気が少なくなった気がする。ああ、壊した。さあ、次はどちらの動画をご覧になりますか？こっち？こっち？こっち？やっぱこっち？どっちの方が面白いかな？まあ、全部見ていただければ嬉しいと思います。飼い主の皆さん、いつも本当にありがとうございます。ありがとうございます。助かってます。またお願いします。